どっちが本体みたいな感じになってる。これはマネージャーさんがくれた T シャツです。やばい、眠い。今日はね、すごいよ、これ。バラ色ダンディの時によくやってくださったメイクさんがね、ヘアメイクさんがくださったんです。スウェーデンのビール、なんていうのかわかんない、セルスカープスドリック。オフ、お、いい香りじゃないですか。やばい、めっちゃ美味しそう。乾杯したい内容がいっぱいあるけど、とりあえず本日の皆さんお疲れ様でした。ああ、美味しい。飲み応えあるのに重たくない。いや、このヘアメイクさんめっちゃ飲む人なんですよ。めっちゃ飲むから私のもう好みを分かってくれてて、このスウェーデンのビールと、あと砂肝のアヒージョの瓶詰めをくださったんですけど、もうそれは食べちゃいました。すいません、美味しそうすぎて食べちゃった。でもね、なんかさ、ぶっちゃけですね、この飲み動画を撮影するのが本当にめちゃくちゃ久しぶりで、何週間ぶりだろうっていう、ちょっと前な、もうだからね、カメラの調整とかもできてないんだけど、まあ、バラエルダンディ卒業してMX 5時に夢中が4月からね、4月からレギュラーで始まったんですけど、その前に、ね、1週間ね、なんか番組休止週があって、その週に撮ろうと思ったんだけどね、撮れなかったんですよ。で、あ、まあいいか、ちょっとお休みっていうことで、まあ、ちょっと一休みさせてもらおうかなって思って撮影しなくって、で、まあどっちにしろ4月頭にね、ゴジムが始まるから、ゴジムが始まったら喋ることいっぱいあるし、始まったら撮ろうっていうふうに思ってたんですよ。で、いざ始まりました。すると、もうゴジム始まった初日とその次の日は、ゴジム終わりの6時から9時過ぎぐらいまで、ありがたいことに、こういろんな雑誌とか新聞媒体様にですね、インタビューしていただいて、それが結構ザクザクと記事にインタビューのね、内容が上がっているので、ね、それ読んでくださった方もいるかもしれないですけど、まあその取材を受けてたら9時ですよ。で、帰って、まあね、でもその時撮ればよかったんだけど、ちょっと個人的にもうなんか結構その興奮と緊張で疲れてたのでね、で1週間あるからさすがに週頭撮れないなと思って、週末撮ろうと思って、で、木曜日に、じゃあこの1週間頑張ったねで振り返りで子供を寝かしつけてから撮ろうと思ったんですけど、もう1週間の緊張から解き放たれた安心感プラス、やっぱ普通に6時まで仕事をして家に帰って YouTube をね、撮るとね、撮るまでのこと、子供にご飯作って一緒にご飯食べて、仕事と子供の片付けをしたり、子供の宿題やったり、で猫の、ね、あれこれやったり、あと、まあ、普通に子供お風呂に入れて、着替えと歯磨きと、まあ、水分の準備と、しつつ私のこともやって、でシャンで腰つけたら YouTube 撮ろうって、おやすみって言って、一緒に添い寝してあげないとね、なかなか寝ないので添い寝するじゃないですか。そしたらもう私の方が早くカーって寝て、もう本当に多分子育てあるあるなんですけど、私の方が寝かしつけられるという事態になり、で、はっって思って目が覚めたらもう夜中の1時回ってて、もうこっからもう一回起きて準備して YouTube 撮るのはちょっと無理だなと思って、で結局木曜日も撮れず、金曜日も夜仕事があって、で土日も娘をと一日
ね、習い事行かしたりいろいろやって夜寝てしまってたり、あとはなんだ学校の保育園のことやったりとかって一生懸命やってたら全然起きれないし、寝かしつけてからなんか準備して YouTube を撮るっていうのが全くできなくなってしまって、まあ、すっごい長い言い訳なんですけど、まあ、要は私が寝かしつけに失敗 しまくったっていう先週を送ってしまったので、ようやくですね本日実は2週目、ご自分2週目の月曜初日が終わった夜、今日こそ撮らないとやばいなというふうに思ったので、もう寝かしつけて、それが何時であろうともう絶対にもう15分20分だけでもいいから回そうと決心をしまして、今回しましたっていう、ここに至るまでの経緯を語っているだけで10分っていうすっかり YouTube を撮るのも下手くそになってしまった。まあなんかね、全体のそのご自分の感想としては、インタビューでも答えてる時本当によく言ってましたけど、めっちゃね、もう1時間もう爆笑してゲラゲラ笑ってたら終わってたっていうのが結構大きくて、でとにかく楽しくやってます。もうご自身に夢中見てくださってる方はね、もうなんかどういう感想を持ってるのかなってね、ちょっと心配なんだけど、楽しくやってますおかげさまで。月曜のね、ほんと超初日ね、すっごい緊張してたんですよ。めっちゃ緊張してて、でね、ご自分なんて別に初めて出る番組でもないし、なんか MX でね楽屋も変わるわけでもなく、まあ、スタッフさんも顔見知り で、なんならスタジオはバラだって一緒だから、何にもこう新しい、もう全く 100% 新しいってわけじゃないのにね、緊張しないでしょとかって本当みんなに言われたんだけど、そんな話をね、エレベーターの中で影花さんとしてる時に携帯4回ぐらい落とすぐらいには動揺と緊張が走ってて、初日4月3日の月曜日でもなんかね、影花さんとダブル MC っていうちょっと誰も正解が分かってない形だったし、一応まあその5時に夢中というね番組の MC で初めての女性 MC ですねみたいなこうこともちょこちょこ言われるし、やたらとねこう肩書きが私にものすごい硬さを与えて、なんか楽しみなんだけど、でだから大丈夫でしょう、楽しくやろうっていうの頭では分かってるんだけど、体が全然ついてってなくて実は緊張してるみたいな状況だったんですよね。でなんかそれを察してなのか、本当月曜日のあのオープニング、じゃじゃらららん、じゃらららららららん、らん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 ってオープニングテーマが流れて、その後提供が流れてる時の私の顔が多分すごいこわばってガチガチになってたのを見て、マツコさんが、マツコデラックスさんが、あんたねっつって、そんなちゃんと MC やろうなんて思わなくていいのよとか言ってこう言ってくださった一言で、ものすごいこう、あ、そうかと思って、その一言でめっちゃ落ち着いたんですよね。でなんかそっか、なんかちゃんとやらなきゃ、仕切らなきゃっていう風にしたら多分つまんなくなるなっていうのが、なんかこうふとこう体が気づいたのが、 MC 頑張ったというよりね、一視聴者としてゲラゲラ笑ってたら1時間終わってたっていう初日でしためっちゃ楽しかった面白いですね。火曜日も本当みんなベルもね、打ち合わせの段階から本当に大橋さんの言う通り誰も聞いてないっていう状況だった。でももうなんか言いたい、誰も聞いてないっていうのはなんか契約の雰囲気なんじゃなくて、みんな言いたい、自分が言いたいことを言いまくるっていう空間だからめちゃくちゃ面白いんですけど、本番ではピシッとこうちゃんとね、皆さんやっぱりプロとしてねまとめて面白くして盛り上げてくださるんで、それは本当にすごいなと思いますけど、火曜は火曜でプロの仕事を見ながら
盛大にいじってもらったし、水曜は水曜でね、さ、水曜が一番緊張してたんだけど、緊張してやっぱね、水曜日が一番硬かったなって振り返ると思うんだけれども、その後に一緒に飲ましてもらって、その飲んだのがやっぱ大きかったですね。なんかそこでやっぱ普通に仲良くなったんで、その今週のだから水曜日のオンエアがどうなるかなっていうの楽しみなのがありますね。あ、そう、水曜日の飲み会がもう私のね、経験した飲み会史上最も会話のレベルが高かったなっていう感じな、本当に有意義な会で、なんかそれぞれの人の考えとか趣味とか思考とか好みとかっていうものをものすごくね、こう癖、まあ、なんか 変な意味じゃなく癖みたいなものをすごくこう感じ取ることができて、すごくね、関係性築く上で有意義な飲み会だったんですよね。だからどうなるか楽しみですね、今週以降。はあ、なんか一気に喋ったら疲れた。そう、なんかこうやって吐き出すと実感と疲れが来るね。もうまさにこんな感じ、大あくび。あくびしてる自分見てあくびが映った。あくびってめっちゃ映るもんね。そうだ、若林さんがめっちゃこの YouTube 見て面白いじゃんって言ってくださってたから、若林さんぜひ共演させていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、てなわけでこれからまたね、いろんな形の飲み動画と、あとは、バイク動画とか企画上げていこうと思うんで、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。おやすみなさい。